谷瀬さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、久しぶりだね。あ、明けました。年明け、はい、初対面ですけども。ところで、はい、ちょっと聞いてくれる？正月何してたか。はい、お正月は何されてたんですか？俺ね、年明けてから見たのが、まあ、里崎の、あの、佐藤のゴルフかな。あ、ありがとうございます。あ、スポーツを。ナイ、はい、ナイスオン。いや、あれ、すごい緊張感あったんですよ。それあるでしょ。あれ、俺ね、はい、予想したの。はい。絶対乗らねえぞと思って、はい、いや俺めちゃくちゃ緊張感あった。その小栗さん、小栗旬さんが、うん、めちゃくちゃいいショットで4打目乗せて、そうだよね、はい、で、うん、もうこんなのプロしミスするはずないじゃないですか、うんうんうん、であれもし僕がミスショットしたら面白くもなんともないじゃないですか、まあね、まあね、でしかも大体4だから佐藤さんと小栗さんは110ヤードぐらいまで来るんで、うんうん、ってなるとちょっと安心感あるじゃないですか、うん、あれちょっとあの来なかったんだよね、3人が飛ばなかったから。そうなんです、飛ばなかった、全然来なくて、あれね、ももちゃんが飛んでないんだよあんまり。そうなんですよ。で、あの山下さんがめっちゃ下がっていって全然飛んでないじゃんと思ってで下がったら145ヤードぐらいあったんですよ。あとの全力疾走を久々に見たわ。いや僕引退して初めて全力疾走したいいお正月ですね。僕はもうそれを実家で見ました。おいい、ね、親と。しげさん、今日ゴルフの話じゃないんですよ。あ、ごめん。はい、いやなんか正月何してたのか。か充実したお正月ですね。はい。侍、はい、ジャパン優勝への提言。はい。っていうね。まあ今回、3月に、今年3月に第5回 WBC。でですね、優勝されたポイントをですね、はい、語っていこうと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、現状この今のこの対談収録日では今12人が発表されてるんですよ ね、 そうだね、日本代表は、うん、まあで、ある程度、まあ、ほぼ予想通り順当ですよね。まあ、まあ、うん、一番っていうか一番の、ね、目玉っていうのはやっぱりメジャーリーガーが、うん、まあ、ちゃんともう出るっていう、まあ、今のところ大谷翔平、うん、ダルビッシュ、鈴木誠也、うん、で、まあ、まだ発表にはなってないんだけど吉田正尚も出る、ね、そうですね、はい、感じで出てるんで、まあ、まずここがやっぱり今年の本当の目玉だと思うんですよね、うんうん、だから僕の一番のビッグサプライズは佐々木朗希です。あ、そう。能力あるとかないとかじゃなくて、うん、まだ1年間日本でもローテーション守りきれてないわけですよね。まあね。でボールもだいぶ違うじゃないですか、うんうん、LPB の球とメジャーの WBC の球って、うん、で何気に肩肘めっちゃ負担かかるじゃないですか。あれ、あ、投げるのに、ね、野手ですらもう結構負担かかるじゃないですか、まあ、あの慣れるまではね結構来る、はい、うん、はい、ってなった中で怪我のリスクもあるけど行くんだと思って、あ、だからそういったところでもまだ若いのに無理に行かなくても次の年でもいいんちゃうかと思ってた中で参加するっていうところが能力とかじゃなくて状況的にすごいチャレンジになるなっていう、うん、逆に開幕とか間に合うのかなって思ってます。あ、調整具合でね、はい、だから多分佐々木も行くから吉井さんも監督だけどコーチとして佐々木朗希のために帯同するんじゃないのかなと思ってまあまあそれもまあゼロじゃないとは思うんだけど、まあ酷使するわけじゃないと思うんで、まあ球数制限もあるし、うん、登板間隔も空けれるし、まあそういうところもやっぱあるんじゃない、ある程度その調整させながらシーズンにもしっかり間に合うように、まあこれはまあやっていくしかない、ね、そうですね、うん、あとまあ佐々木朗希選ばなかったらロッテからゼロになるかってやっぱそれはやっぱ避けたいですよね。だってもう稲葉さんに言いたかったっすもん、オリンピックも全チームから選ぼうよっていう。ああ、そういうことね。ロッテだけ一人もいなかったんですよ。それはちょっとね、だからやっぱりそこを選んでいかないと。まあいいじゃん、最初の頃はもうロッテの選手ばっかりだったじゃん、もうそれはそれはもうみんな行きますって言うから行きたいんだよみたいな。だってさ2006年結構多かったよロッテの選手。8人っすなあ、はい、ロッテ30人中8人っすなあ。でもやっぱり一人は入っていきたいんで、まあね、まあまあそういう時もあるよ、はい、あとはまあね、キャッチャーは書いてっていうところで、まあここは順当ですよね。まあそれはね、まあこれが多分放送される時にはもう全員
発表されてるかもわかんないですけど、そうだからね、あとのその2人、1人は僕、俺は中村だと思うんで、ね、そうですね、僕も中村だと思います、ね、でもう1人を攻撃的にするのか、はい、それともその守備的にするのか、はい、でこれはねもう1人俺変わってくると思うんだよね、はい、で攻撃的にするっていうんであれば俺は森だと思う、はい、で守備的にするっていうんであればまあ違うキャッチャー、うんうん、まあ、例えばまあ、俺だったら坂倉とかね、うん、まあ、キャッチャーもできるしサードファーストも、うん、言えば外野もできる、うん、僕だから何気に3枚目は坂倉いいんちゃうかと思って、いや俺もそうなのよ、やっぱり3枚目って使い勝手難しいじゃないですか、そうなのよ、でだからそこを3枚目にするのか、もしかしたら森を主戦にして甲斐、うん、や中村を途中から、うん、まあ、勝ちゲームの途中からっていう、うんうん、まあ、そういう風にするのか、これによってまた全然違ってくるじゃん、代打も坂倉だと出しやすいですもんね、出しやすいのよ、そう、甲斐がもし頭でいってたらそう出せるのよ、だからまあこれはね、首脳陣が、まあ、特にね、栗山監督がどういう風に考えを最終的にして人選をするかですよね、うん、あとはまあサードはもうショート源田っすかね、うん、と思うよ俺は、あの感じでいけばね、うん、そうなってくるともう一人の内野手バックアップメンバー、もし坂本を選ばないとしたらバックアップメンバー人選難しいですね、誰がいる、中野、そうっす、でもどこもいろんなとこ守れた方がいい、でも中野も今年が阪神ではセカンドやるっていう話もありますよね、うん、ってなるともう可能性ありますよね、あるよね、でもショートだと中野しかいないですよね、そうなんだ、いろんなとこできて、今宮はやんないでしょ、はい、で足もあるし、そしたらあとは長岡が、長岡なのよ、ああ、だからまあそう考えるとね、まあ中野の方が足も考えるとダイソーしやすいですもんね、そうだね、はい、あとセカンドは、セカンドは俺牧だと思うけどね、はんはん、うん、これ普通に行けばですよね、 でもそのバックアップはって言ったら菊池ですか、いやだからそこなのよ、だから菊池か山田か俺どっちかが落ちると思う、ああだからセカンドで言うと牧、菊池、山田、浅村いますもん、そうなのよ、で浅村が俺はファーストでもいいと思う、ああそれだったらあれ岡本って選ばれてましたっけ、選ばれてないんだよまだ、まだ選ばれてない、ね、現時点ではね、今日の時点では、ああ、はい、もし選ばれてたらファースト岡本説もあります、そうなんだよ、そこなのよ、僕は牧ファーストでもいいかなと思ってるんですよ、まあそれもありだよね、ああ僕は菊池が一番好きなんですけどね、俺もそう、あの安心感ありますよね、あるんだよ、しかも打つのもパンチ力ありますしね、ある、2017年アメリカ戦でもライトにホームラン打ちましただからそこ、まあね、だからセカンド問題難しそうですね、難しい、だからまあそうだね、だから俺ね、だからセカンドとファーストに誰を入れるかすごく迷ってると、うん、悩んでるとこだと思うんだよね、しかも誰入れても正解ですもんね、そうなのよ、不正解ないですもんね、まあどういう、やっぱり最終的には栗山さんがどういう野球をしていくかっていうので、うんうんうん、あの選手が変わってくると思うんだよね、うん、これはだからセカンドファーストが一番難しいですよね、うん、あとは簡単ですもんね、そう、まあ、あとはあの、俺はやっぱりショートのバックアップ、うん、1人 誰なんだろうなところかな、うん、だって外野をね、もし吉田と鈴木誠也が出るんだったら、そう埋まりますもんね、そうなんだよ、で DH は絶対大谷じゃないですか、大谷と、あとセンターですね、センターはあれだよ、ヌートバーだよ、ああメジャーリーガーの、うん、俺はあれが入ると思う、じゃあもうバックアップは近保とか塩見ですね、そうなる、うん、であと近藤がいるから、あ、うん、まあ、近藤も選ばれてるから、これはまあ、そうですね、そうだからこれはまあ吉田の状態にもよるだろうし、うん、ね、レフトにも入れるし、状態によっては例えばそのヌートバーが本当機能しなかったら、うん、聖夜をセンターに持ってって、うん、近藤ライトとかね、うん、そういう選択、あの配置もできると思うんだよね、じゃあもう全体的には打ち負かす野球ですね、いやそこなのよ、そこなのよ、足が使う人が使えない、まあでも1、2、3、4、まあ、大谷、源田、うん、誠也も、まあ、走ろうと思えば走れる、うん、で村上も走れるし、うん、で源田でしょ、まあそんくらいかな、
まあ、だからあの控えで足のある選手、うんまあ、今ねやっぱり周東っていう線がやっぱかなり強いと思うんだけど、やっぱ周東いりますよね、どこもでも守れますもんね。いやまあ内野か外野周東もねあるあるしだけど、俺はね結構牧原っていうね、ソフトバンクの彼がね、彼もいいなと思うんだよね個人的には、うん、でもあれですよね、状況的に牧原とか周東を使わなきゃいけない状況だった時で、厳しい状況の時ですよ。まあもちろんね、もちろんでもあの飛び道具いりますもんね。まあね、いると思うんだよね、はい、だってあの2013年かなんかもう鳥谷盗塁しなかったらブラジルに負けてましたもんね。そうだよな、あれブラジル台湾に東京ドームでな、はい、で井端が、センター前から、そう、はい、だからやっぱ終盤の接戦は足大事になりますよね。いるよ、いる、はあ、でもあれが難しいですよね、ボークがほぼないんでね。あ、そう、あの厳しくないじゃないですか。ああ、そこ日本よりはね、はい、あ、だから何気にクイックとか遅いですけどスタート切るの難しいですよ、うん、まあ、先発は決まってるよね、ほぼほぼ。僕何気に難関がキューバちゃうかと思ってるんですよ。メジャーの選手をリスペクトしすぎないのも大事だと思う。あ、もちろんもちろん、そこはねしっかり頑張ってリングを手にしてもらいたいですよね。それだよこれ、はい、あ。